なんだみたいなっていうので、うん、生田さん、うん、なるほど、っていうので次生田さんで。あ、振り方が超雑。はい、そうですね、えりは竹内あかりちゃんなんですけど、はい、なんかかなともか悩んだんだけど、わ、うん、かる、みずきも悩んだ。そう、もうその一緒にハロープロジェクトのコンサートやってて、うん、なんか基本かなともとえりって一緒に振り付け確認とかするときに、うん、なんか自信ないけど頑張りましょうみたいな感じのテンションでいろいろ臨むんだけど、うん、一回そのリハーサルにアンジュルムが全員来れない時があって、うん、でもなんか仕事がギリギリ間に合うってなった時にリハーサルにちょっとだけ参加するってなって、うん、アンジュルムのメンバー全員その曲をやると思ってなかったから、うん、復習をあんまりしてなかったのね、うん、なんかそのアンジュルムのために後回しにしてたんだけど、アンジュルムの中ではやらない曲だったから、うん、その振り付けもあんまりさ、なんかちゃんと復習してなかったのに、あかりちゃんごめん踊れないかもって言いながらオーマイウィッシュを完璧に踊ってて、かっけー、すごっって思って。あかりちゃんそういうところあるよね。いや、なんかさ、あのさ、よくさ、あのテスト勉強やらない系の人なのにめちゃくちゃ裏で頑張ってて踊れちゃうみたいな感じの、踊れたりとかテスト何点も取っちゃうみたいな感じの、本当にその時にあすごいなと思って、うん、かっこいい、わからんとか言いながらさ、完璧にオーマイウィッシュやってさ、その、うん、その時の映像あんま見ないとか言ってんのにさ、ね、踊られたよ横で見てたけどと思いながら、それがすごいある。めっちゃかっこいい、うん、私は川村彩乃ちゃんですね、はい、アンジュルムの、はい、あの、まあ、女の子らしさももちろんあるんだけど、そうだ、ね、あのなんか後輩に接し方、うん、絵の対しての接し方がすごい男前だなって思う時があって、うんうんうん、例えば、うん、お洋服がさ、すごい可愛いじゃん。可愛いね、お洋服が、うん、しかもさ、なんかさ、なんだろうね、カウムが着てると高く見えるんだよね。わかる、そうなんですよ、うん、なんかやりくり上手でもあるし、うん、なんかその自分のお下がりをね、うん、この子に似合うと思ってこの服持ってきたみたいな、うんうんうん、するんだって。だから水木たちはさ、なんか結構さ、あのお下がりの服よかったら取ってってみたいな感じでさ、うん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 、渡すじゃん。けどカウムはその子にこれが似合うと思ってって言って渡すんだって。なんかそれってすごい素敵だなって思って、うん、そういうところがちょっと男気あるというか、ね、しかもさ、カウムもさ、うん、あの花鳥風月の公演でそれで欠席者が出てるからって言ってさ、うんうん、その月の公演にさ、風なのに出てくれてたりとかして、ね、そういうのもやっぱさ、そう、まあ嫌でも嫌って言えない状況だけど、でも本当に申し訳ない、嫌でも嫌っていう状、言えない状況だけど、まあまあまあ、でもその時にカウムに、そのゲネプロの時にさ、本番通りにする時に、あのごめんねって言って、あの月欠席者が出ちゃったからカウム出ることになってごめんねって言ったら、いやでも本当にゲネプロ2回できるのは私の安心感にもつながるので、やばいやばい、すごくない？しかも桃姫に、あの、うん、大丈夫って LINE したって桃姫がブログに書いてた。もうそういうのよ、心は綺麗なのよ、うん、もう男気もあるし、もう女気もある、女気ってよくわかんないけど、本当よ、心が綺麗なんよ、後輩思いで素晴らしいと思います、うん、素敵なサブリーダーだなって思いました、うん、竹内さんと、あ、リカ子は大丈夫です。リカ子はもう見た目からね、見た目からなんで、うん、リカ子ちゃんは見た目なので、あるある、じゃあ進みますね。いや、超適当だな、リカ子。リカ子ちゃんはもう姿とか性格、ね、リカ子のダンス好きって言ってるもんね、はい、いや男気あるね、それはもう、うん、もうそれ